演舞開演。こちらが本日京都旅行の朝食となります。色にもありますね、結構いろいろ取ってきました。ではいただきます。なので感想は最後にまとめていきますね。どのお料理もしっかりと味が染み込んでいて、濃いものは濃く、素朴なものは素朴、そういった感じで大胆さはありませんが、安心して食べられる朝食だと思いました。なのでこちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいんです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。